本日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。どうでしたか、この4日間は。まあ、みんなうまいね。めちゃくちゃうまいね、みんなね。まあ、自分はといえば、まあ、久々かな。4日間プレーがね、できましたと。まあでも危なかったというかね、カットラインが4アンダーだったから、まあ、内容的にはね、相変わらず調子が悪いっていうのはあるんだけど、まあその中で、必死にね、ボギーを打たないように、バーディーを取るようにして、まあ頑張っていったんだけど、まあ予選ラウンドはね、エリック、杉本、神くーちゃん、ね、神プロと一緒で、まあ、2人とも2日目は、初日はね、2アンダーでみんな一緒だったんだけど、なんか少しずつ苦労しながらみんな2アンダーで一緒で、で、2日目は、俺が17番でバーディー取って、まあ、いいスタートね、10番スタートで、バーディー取って、18番でなんとイーグル取ってね、はい、それで、5アンダーになってさ、なんかまあ一番スコア良かったんだけど、後半みんなボンボンバーディー取って、いつの間にかみんなね、もう安全圏内になって、まあそんな中、ショットが悪い俺は、ピンの近くに寄せられず、ピンに遠いところ乗るとね、結構グリーンの傾斜が強くて、難しいんだよね。で、そこから3パットして、せっかく5アンダーでターンしたのに、ボギー、パー、ボギーみたいな感じで、もう、3アンダーみたいな。自分の中ではね、ちょっと風も出たんで、3アンダーもある、いやいや、4アンダーになりそう、みたいな、こう、葛藤の中ね、ずーっとやってて、で、バーディーずーっと取れずに、で、8番で、6メーターぐらいのが入ってくれて、まあ、最後も、まあ、最後、9番ホール右に池があるんだけど、池までもう2メーターぐらいちょっとミッショットしてね、もうダメだと思って、ミッショット打ち終わったら、あ、やっちゃったと思ったんだけど、まあ、2メーターセーフで、そこからまあ3メーターぐらいに寄って2パットのパーでなんとかね、まあなんとか予選通ったっていうね、もう内容的には本当危なっかしいというか、全然なってないというかね。その今回のコースが、グランディ那須白川ゴルフクラブさんということだったんですけど、うん、コースとしてはいかがでしたか？少しね、まあ、洋風っていうのかな、和風じゃない感じなんだよね。もう、はい。グリーンのアンジュレーションがあって、ヘアウェイは、ベントします。だから、パーンと打ったボール、打ったターフがパーンとこう飛んでいく、気持ちよく飛んで固まって飛んでいくっていうような、芝生で、だからアイアンショット切れてる人はもう本当にこう気持ちいいだろうね。選手によってはもうすごい、通る芝をね、うん。まあ素晴らしいコンディションだったし、まあアマチュアの人はね、まあプロね、すごい毎日スコアが出てるんだけど、まあ俺もあんまりスコアって、まあバーディーって、こんなに取れるもんなのって本当に思うね、もう男子プロの。凄さっていうか感じるね。一回だからそこのグランディの那須に行っていただくと分かるんだけど、そんなスコアどうやって出すのっていうようなコースです。そんな簡単ではないっていうね、まあ、今の若い選手からすると距離は短いんでね、バーディーチャンスをいっぱい作って、まあそれを沈めてっていう風になんだろうけど、でもまあちょっとね、俺みたいに調子の悪い選手っていうのはもうちょっとのアンダーしか出ない。まあ本当ちょっと信じられないね。すごいね男子プロって本当思うね。まあそれもコンディション、まあコースのコンディションがいいっていうのもあるし、うん、まあプロのそういうね、力があるっていうのと、まあ両方だと思うんだけど、だ予選通って岩田博史プロと泉田プロと、回ったんだけど、まあ、二人とも、まあ、飛ぶんだよね。
で泉田は、まあ、ちょっと調子はそんなによくなさそうだったけど、まあでも岩田博士ね、博士のゴルフは素晴らしいね、ショット。もともとスイングすごい綺麗だし、ねえ、もうツアーも優勝して力のある選手だけど、まあ、少しドローが強すぎて、左引っ掛けたりとかなんかこう定まらない時があったんだけど、なんかね、ちょっとこうフェードに入れる感じの時があって、だからもうショット完璧だったね。ショットはもうすごかった。すごい上手いなと思った。まあもともと上手いと思ってたけど、そのデメリットがなんか消えてるなと思って。素晴らしかったですね。まあ今日最終日はデビッド・オート、フジープロと回った。まあフジープロは初めて回ったんだけど、まあすごい左向いてフェードを打つのね、ぶつけフェード。で、デビッドはちょっと機械的に綺麗なスイングでっていう、なんか対照的な二人ともあって、なんか面白かったね。まあ、フジープロのこう左からパチって潰していく、このスライスなんかすごい、良かったし、デビッドの機械的と、そのフジープロのちょっとスライスでね、ボールをこう、コントロールして打っていくっていう、面白かったですね。まあ、最近、みんないいスイングするからね。まあ、俺とか、フジープロのように、ちょっとこう個性のある人って、なんかちょっと少なくなってきてる、なんか久々に、なんか味のある選手ともあったな、っていう感じでね、うん。で、面白いんだよね。アイアンが7番アイアンから。なんでね、アイアンがね。はい。そうそうそう。それで、まあ、ちょっと、アイアン。で、まあ、ユーティリティを、6番ぐらいまで入れていけるっていうね。うん、面白いなって感じだった。アプローチがめちゃくちゃ上手でね。まあアプローチなんかも入れ方なんか上手に入れて、面白かったですね。やっぱりそういった選手はこう自分のスイングだったりゴルフを自分なんかこう研究されてそういうところにたどり着くんですかね。研究とかそんなかっこいいもんじゃないから、俺たち多分そのボールをね、数多く打っていく中で、まあ、どっちかっていうと、藤井選手っていうのは、その、ボールをそうやって打つためには、自分がこうやって、イメージするとか打ったりすると、いいっていう、教科書とかは関係ない。自分はそのボールを打つためには、こうやって打てばこうなるっていう、その方が、まあ、俺もそうなんだけどね。見てて、なんか、好きなのは、なんかそういう、なんかオリジナルっていうか、そういう形。作ってるプロは俺は好きだね。まあ自分がなんかね変わってるからと思うだけなのかもしれないけど、まあだけど11アンダーか、今日5アンダーで11アンダー、まあね2アンダーとか3アンダーだったら順位が上がらないからね。うーん、恐ろしいでしょ。でびっくりしましたね。すごいよ、本当にうまい。まあ、ショットうまくいかないな。ドライバー調整してなんとか、ね、うまくいったんだけど、アイアンがひどいね。アイアンがもう、全然逆球が多いかな。左に出たボールは左に行くし、右に出たボールは右に行くって、こういう感じ。通常右に出たボールは戻ってきて、左に出たボールも戻ってくるっていうね。まあ、そういう状況にならなきゃいけないんだけど。まあでも4日間はできたしね。何か聞いたことある？いや、そうですね。その4日間通して、その、藤田さん的にこう、ここのショットは良かったなとか、ここのホールはこう思った、まあ、思い通りにこう、攻めれたなっていうのは、ありますか？まあワンショットぐらいはあるんだろうけど、でもその他大勢がもう思い通りにいかなすぎて、たまたまじゃないになるからね。そう。だからそこだけうまくいっちゃってしょうがないじゃん、だって。ちゃんとハマってない状況を、まあ、要は自分が、そのボールをいつも言うけど、コントロール、フェード打ちたいだったらフェード打って、ドローだったらドローってとかね。出玉をそこに出したいだったらちゃんと出すとかね。まあ、出玉が最初から違うとか、
スペードを打とうとしてるのにドローするとか、もっとひどいのは、まあね、あのベント芝だからちょっとこう下から来るとボール出しちゃうし。イーグル取られた時はどんな感じだったんですか？まあ、ティーショット、まあ、フォローだったから、まあ、正面フェアウェイのど真ん中にあるので280ヤードぐらいで入る、はい、バンカーがね、でそのバンカー入るかなってこのマークに言ったら、どうすかねみたいな感じだから、頭きたって、じゃあもうバンカー入れるよなって言いながら、ツーオンのチャンスあるのって言ったら、あると思いますって言ったんで、でまあバンカーの左側狙って打ったら、まあまあ結構いい球だったんでね、でキャリーで282ぐらい来たかな、うん、うん、まあゴロに乗ってね、もちろんねゴロに乗って、まあもっとみんな飛ぶのよ、でも飛ぶんだけど、まあ、それでエッジまで235ヤードぐらいだったのかな。そこからまあ打ち上げで、打ち上げなんだけど、まあ、そこからスプーンで打ったら、少し当たりとしてはなんか、思った当たりと違ってちょっとフックしたんだけど、まあ、それがうまく花見、あのグリーンにキャッチして、それぐらいは6メーターぐらいかな、まあ、グリーンの2段グリーンの傾斜でこう戻ってきて、でそれが入っちゃった、入ったら嬉しいなと思いながら、あれやばい強いと思ったら入った、嬉しかったね。今季初イーグルですね。イーグルで、うん、すごい、あイーグルだと思って見てました。そう思ってくれた方ありがとうございます。まあ、バーディーとかイーグルとかだったらね、笑顔になるんだけどさ、エビネプロがさ、処理すんのよ。で、よく釣りの話になるんだけどさ、帰りがけに、この間、玄界灘で釣りしてきました、って。写真見せてくれた、タイ釣ってた。そう、なんか試合で行ったから、なんか数名のプロと一緒に行ったとか言ってね。はい。俺も駿河湾のやつこう見せたりしたんだけどね。サイズはどうでした？え？サイズはどうでした？サイズいい感じだったよ。30センチ、40センチぐらいのサイズ、綺麗なピンクのタイをね、釣り上げてたよ。いいね。釣り行きたいね。釣り行きたい、海行きたいね。この梅雨が終わったら海行きたいね。はい、今釣りたい魚とかって、あるんですか？まあ、釣りが好きだからね。その釣りやる方って、この魚釣りたいなとか、思ったりはするんですか？こう YouTube 見たりして。それはあるんじゃない？その、自分が好きなね。はい。その釣り方だったり、あとはまあ、食べて美味しいからそれだとか。はい。うん、まあ、なんか理由はあるんじゃないかな。俺はそこにあんまこだわってない。まあ、強いて言えば、タイがやっぱり、釣ってよし、食べてよしっていうね。うん、そういうタイが好きだね、やっぱりね。うん、すごい見て、綺麗だしね。